まこなこチャンネルです。今現在長安や洛陽など主要な都市を取りつつ進んでいます。この後どうするかですが、前回孫権に対して馬頭と共同で攻め込もうという話をまとめました。これは異名のこの合唱で発生させたのですが、まあ、それもあって孫権攻めるのが良いのかなと。できれば袁紹とかもね攻めてしまいたいんですが、まずは南からということで軍備整えてから進めようかと思います。では前線まで武将が来るまで暇ですので、誰かしら武将と関係を結びましょう。これ神速伝授特技あるので、まずは循環から。これ循環何が好きかというと、酒は興味なく書物と武具とならば買ってきましょう。来期があると、書物と武具なので共に手に入らなかったと。宝物は興味なしと。こちらは領攻玉はどうか。こちら奮戦と、これも悪くはないですね。酒興味ないと、書物は興味あると。ちょっと誰にどちらに何を与えるか考えましょう。では両攻撃の方に贈与で何かしら書物、連戦あたりか、連戦かな。あーでもこれ交渉がダブってるので、交渉がある来期を与えましょう。ありがとうございます。多分これで絆イベント起こるはずです。さて簡単かどうか。買い物か。漁師春秋を手に入れろと。今お金使ったばかりなので金があるかどうかもね。でもそんなに高くはないと思いたいので、舞台集まるまでちょっと買い物を行ってきますと。今袁紹が賞を取って、これで黄金属がなくなったと。袁紹の勢力かなり伸びてますので、この辺りは気をつけないといけない。そして漁師春秋を手に入れて届けましょう。長安に戻ってきましたので早速訪問しましょう。で漁師春秋を渡して、これでようやく初めての女性との絆が結ばれました。いやーよかったよかった。これで奮戦も手に入れましたので、戦闘は多少なりとも有利になるでしょうと。あとようやく同志を加えることができたと。始めます。さらにここで信書を送り合っていろんな特性を得られるんじゃなかろうかと。まずは神速と。こんなところでしょうか。では早速自らも出陣して敵を倒していこうかと。まあこの3名、あっと違うか、首相一括でこの3名で良いのかなと。あとは、誰かしらを、今功績低い人をどんどん上げていきたいので、功績絡みはどこだと。個人で、まあ歌詞は、東洋か、東洋やってるところをどかすのもどうかなと。朝鮮と宗節は何もやってないと。来るまでに時間かかるけど、これでいきましょう。陛下はもちろん清涼兵、兵器は青鸞も使えるけど運定で良いかなと。これで出ます。さあいよいよ出番ね。さてあと6日、
まあ、その間に前の方に行った部隊は士気の回復してもらって、これは先に円まで進めましょう。そうすると孫権の部隊出てくると思うので、最後集まったところで一旦引いて孫権の部隊を解散させてから攻めると。こうなったか。あっと、これは孫権はひょっとして劉備戦うか。いや違うな、どう動いた。これはあっと今男性武将を手に入れたので早速処断しましょう。なぜこのような。いや女の園に来るからいかんと。うん、他の部隊どんどん行きますね。そしてまた男が来たぞ。なぜこのような。なんか女のところにねちょっかい出しに来て、なんか帰り討ちに会いましたみたいな、そんなセリフですよね。ちょうどいい人がいるわね。構わないわ。そりゃ無理だろうと。これはどこと戦うんだ。あ、劉備が頑張ってるな。あ、董卓が滅亡したため愚期の、まあ、外交董卓とやろうとしていたと。劉備が厄介になってきたな。劉備孫権袁紹とこの辺りの勢力が大変だと。ここで、西南将軍、これ多分他の人が正統将軍を先に取ったということですよね。では今度は劉備と同盟しようと思いましたが、劉備と同盟できないので袁紹と同盟して、後日劉備とまた合唱でも使って連合でも組もうかなと。さてこの辺りも士気回復は終わってるので行きましょう。いやーなんか劉備とね孫権がちょっかい出し合ってくれているので、これは簡単に終わりそうだと。そして兵数多いのであっさりと抜けて深夜にも取り付きます。まあ今舞台帰ってきましたが、これはおっと、これも3000だったらばあっさり終わるでしょうと。おっと今満朝が仲間になりましたが、おっとこれで反孫権連合に貢献すると実績とか親近感が上がるというメリットがあると。こんなのあるんですね、初めて知りました。よしと深夜落とし終えました。で、おっと今女性武将を捕らえたというホレン氏が捕らえましたので、この辺り見ていきましょう。まず配下で男も加わったんじゃないかと。満朝能力高いですが初段です。主を見誤ったか。いやー鼻の下伸ばしてくるからそうなるんだと。これ女性武将ですね。だが多分誰かの親族だと思うので、一旦誰かを切ることになりそうです。個人で、まあ、孫権の配偶者と。そしてこれは迫ってきますが、敵が行くよ。ちょっと深夜の守りをどうするか。洛陽から部隊を深夜に向けてそこで戦わせましょうと思いましたが、まあそうしましょうか。もしくは部隊を分けてしまうという手もねあったので。あ、いや敵は来なくなったと。では常陽もなんか今回戦わずして勝つことがものすごく多いんですよね。いいのかと。これでこれ孫権がさらに今南目指してしまってると。あっとこれは劉備のところ、ひょっとして。いや大丈夫か。さてこれで常陽を取りましたと。バカな。孫権を切るべきか、まあ切らないとダメでしょうと。初段そなたもまた波動を行くものか。笑ってると。
あ、そっか、尊権連合これ解散しちゃうんだ。君主切ってしまうと。これは初めて知ったと。で、女性武将も多分一人ぐらいは、五国隊が、あと孫昌公も旧敵となってしまったと。ここら辺の部隊帰っていくかどうか確認してから考えましょう。これは卑弥呼の部隊だけ行くよ。いや、あとは旅礼機も前に進めて、お任せよ。方三条はこの前のところで戦ってもらうと。刀剣が今なくなりましたね。あともう問題今解決したので、じゃあ氷を迎えましょう。ここら辺は来ないと。さて孫昌公ここに見えるので、ぜひともね、数少ない戦える女性武将なので、孫策から使者が来たと。まあここは一旦返してもいいんじゃないかなと。ホレンシの返還だと思います。考えがござる。いや、大凶か。大凶いつの間にか捕まえていたと。まあたびたび来られても困るので。これは外交で韓国で終わるとか、そんなことは無理かな。まあ無理か、恨んでるから無理と。さて、さらに今度は大都督になりましたと。こうなったか。高陵も戦わずして、そして周囲も捕まえましたね。なんだろうか、こんなぬるいプレイで良いのかと。捕虜、女子とかいますね。まあ周囲を切って小京とかの旧敵をまずくっつけて、その後旧敵解除と行きましょう。これが周公瑾の天命か。はい、初段と。まあいろんな武将が旧敵になってしまいましたが、このあとどこ行くか。南かな。馬頭の方も厳しいだろうから、南行って、南を終わらせてから A 案の方行きましょう。さて、早くもブリオゴに取り付きました。これも孫策はまあ一応中に行きましょう。始めるわ。多分旧敵で出てくるんじゃなかろうかと。全軍全力で行くわよ。孫策は直接来るので、外で待ってればよかろうと。私に続きなさい。この速攻命令は本当ね、役立つんですよね。卑弥呼だけこちら側にいて、先に陣を破壊してもらいましょう。進め。あ、そっか、援軍来るのか。ちょっと想定外だったな。孫策だけ倒せば終わるかなと思いましたが、そんなことはなかった。そして今全体的に士気が落ちているので、あまり状況は良くないと。もう少しで卑弥呼の士気回復ができるので、ちょっと待ってくれよ。早いな。いや、9とかなんかすごい高い値が。これ一旦使ってから。全員かからないと。ちょっと陣取るのをやめて孫策を狙いましょう。その過程でうまく全員にかかればよいが。あえてここが正念場よ。さあ、でどうする。承知しました。これは全員戻す必要はないけれども、何名かは戻さないとダメと。お任せください。お任せよ。まあこんな感じで方三条だけでも、もう一人戻すか。お任せください。まあこれでなんとかなりそうだと。お任せよ。
先に孫策だけ倒してしまえば問題は解決するのだが、ああこの舞台は戻れてないじゃん。というわけで移動させてと。よし、陣制圧。お任せください。ここを使えるようになったら良いのですが、よしと。受けてみよう。で、旅霊機はもう反対側から行って敵を返さないようにすると確実にここでとどめを刺す。いや、これは変な方向から帰っていきそうだな。そして今技法やられたのか、動かないと。いや大丈夫、戻ってくるか。ちょっともう少しだけここにいさせましょう。せっかくなので騎兵突撃で一気にこれでも食らえ、終わらせてもらいましょう。あー、そこまで一気というわけにはいかないが、これも一旦表に出してと。陣の方ダメージ食らわないようにだけ承知しました。確認しつつで、さてもう一丁突撃をすれば両方ともこれでも終わりそうだと。いざ覚悟せよ。よしと、孫策をまず倒し、もう一人も両党も倒し終えそうだと。うわー、どこまで行くんだと。これがあるからね、突撃系は嫌なんですよね。ちょっとね、とどまるところがないと、お任せよ、先へ先へと行ってしまうと。進め。よしと、一人倒して、もう一人も倒してと。いやー、よかったよかった。やった、さあ祝杯をあげましょう。久しぶりにまともに戦ったかなと。とはいえ兵数差はあったのでそこまで苦労はしなかったといったところでしょうか。そしてこれ落とせてないか。男性武将今仲間になったような気がするので、この2人3人は大丈夫か。 1,2,3 3人初段です。なんでだよおい。では武良、また敵が来てしまいますが、これは外で間に合うんじゃないか。いやダメか。どうだ。おっと、いきなり孫策から、誰だろう、嫁返せというのかな、大凶返せというのか、小凶返せというのか、それとも別か。孫中坊、お初にお目にかかります。孫家にました。五国隊か。はい、いや五国隊はいないか。いますそっか、ここで孫子か。まあ返しておきましょう。安いことです。孫子は陸孫の嫁ですね。さてここで大凶らを捕獲。郊外がやってくるが問題ないでしょう。では初段だけでも、これといった武将は捕まえてないと。こんな感じで初段を。さあ、人思いにやっちまいな。あー、まだ旧敵が増えると。まあこればっかりはもうしょうがないので、ではこのまま郊外との戦いやっていきましょう。さて郊外は直接やってくると。承知しました。まずここで兵数回復してから進みましょう。いやここは違うわ、采配ゲージ上げるやつかな。全軍私に続け。采配ゲージ上げるやつを選んでいたと。承知しました。よし今だ、なだれ込め。敵が縄文突
破してきましたが、まあ、ここは引きつけて戦えば良いのかなと。あ、そうか、もう兵数回復できないんだ。お任せよ。お任せください。さあ、でまずは郊外から倒しましょう。ここは誰のを使えば良いか。シック采配で私に続きなさい。もう絆結んであるのでね、こういったのが出るのはありがたいと。さて、まず1人倒し終えそうだと。できれば敵が来る前に、ゴズメが来る前に倒したい。今だ、火をかけよ。ここで家計やってくるか。もうだが一気に倒してしまいましょう。耐えて、ここが正念場よ。あ、暑いけどちょっと耐えてくれと。まあこんがり焼けて良い具合の肌になるんじゃなかろうかと。というわけで武陵での戦い守りきって、多分敵ゴズメはもう帰ったと思うので、また進軍しましょう。ここら辺はまた別の場所に行ってしまうと。東側劉備ともやり合ってるので、まあ、最後の一つの城は A 案自らで取れば良いので、我々はこのまま南下します。劉備が要所を取りましたね。効果も取ってくる気配があると。いや大丈夫かこれは。北の方、そっか、袁紹とも戦い合ってるので、今北の方に防衛劉備が向かったと。さーて、どうしたものか。そしてさらに上昇を名乗れるようになりました。いやー、ほんとテンポが速いというか、なんというか。行くよ。ほとんどね、何もやってないような状況にまでなってますけど、これで調査も取り付いてと。もう外で戦っても良いんじゃないかなと。と孫作の使者、誰だろう。今度は誰を返せというのか。お初にお目にかかります。はい、検索いたす。やはり自分の嫁からっていうね、これ。たやすいことです。大器を返せと。さて、ここも調査も取り終えました。なんでだよ、おい。あ、今馬バ爆を処断したら李氏がゲアしてしまったと。あー、そっか、馬バ爆の嫁だったと。進め。ちょうど馬バ爆というのは、蜀に攻め込まれた時に、魏に攻め込まれた時にあっさりと降伏した人なんですよね。で、その人が、その嫁はそれを恥じて自殺したと。そのような人物です。また、これ祝友仲間にできるか。あ、違うか、どうなんだこれは。祝友を、あ、でもダメだ。李勝というのは男性武将と。断るわ。あー、もったいないな。ちょっとこれ配下に男性今紛れ込んでいたと。で、なぎげなくね、祝友を仲間にするから俺もいさせてくれみたいな感じで居座ってましたけど。うわー、祝友欲しかったな。仲間にできるんであればね、言うことなかったですが。じゃあ王位もここは合流させましょう。お任せよ。これで卑弥呼と袁紹の同盟が結ばれたので、もし孫権倒した後は、まあ、今は孫策ですけど、劉備を狙っていこうかなと。これで祝友仲間にできればいいんですけどね。やはり女性同士だからかね、修正と97で祝友はもともと劉備にも属していたのにもかかわらず、仲間になる可能性があると。報告し、ちょうどいい人がいるわね。あと趙俊華も仲間になると。構わないわ。多分親近感が高いからというのも影響しているかもしれません。構いません。失礼します。さて、孫権がやってきて、はい、両案がございます。今度は孫子を
あれ孫子ってさっき解放をしなかったか、また捕まったのかと。喜んでお受けします。では効果出陣までまだ8日6日とかかると。うん、ここは結構大きな兵力が出てきたのでしっかりとやっていきましょう。全軍全力でいくわよ。さて何名かは旧敵、まあ、何名といっても今1人しか出ませんでしたが、お任せを。旧敵でやってくると思うので、ああこれは敵来ないな。一旦ここで士気回復してから行きましょう。これさえできれば問題ないと。うん、わざわざ敵前の方にいたのに全部帰ってしまいますね。では女の色化に惑わされてやってきた郊外を、このスケベージジを倒してから縄文の方向かいましょう。屈辱じゃ。なかなか M っ気のある発言を残して郊外が立ち去りましたと。さて敵が出てきたので、承知しました。ここは前に行かせないようにしましょう。なんとか手前側で倒し終えたいなと。火を放ちなさい。やめてくれと。リクソンか、やっぱりもうリクソンがいるとね、すぐあーっとこれ逃げ出せてないぞ。かしこまりました。じゃあこれ遠くの陣狙いましょう。いやーチョコ材だな。火を放ちなさい。うわ、リクソン。私に続きなさい。だがこれはあーそっか、橋の上でも引っかかるのか。一旦これで士気の回復しましょう。ここが正念場よ。お任せを。誰も引っかかってくれるなよ。お任せを。ダメか。おお、いいが。ちょっと取り残されてしまってる。お任せを。まずはリクソンから。いやーこの大釜目が舐めた真似を。我が計略受けてみよう。まさか読み違える。よしと、リクソンを倒してと。承知しました。かしこまりました。向こうは弓が多いので、まあこちら相性いいですよね、清涼兵と。ではみんなで集合して回復し終わってからと思ったら援護が出てくると。まあこれを倒してから、これで援護を倒し終え、あとはのんびりとここでね回復でもしながら。え、ちょっと待ってくれ。あ、これどっから来たんだ。完全にノーマークの敵がいきなり陣の方にやってきていると。お任せを。いやー危ない危ない、気づかなかったらどうしたものかと。かしこまりました。とはいえ囲ってしまえば問題なしと。そして絆強化、大親友となりました。さあこれで最後の一人を倒して、また火をつけ点を奪ったと。効果の戦いが終わりました。となるとあとは郊外らも捕らえ、あとはそっか A 案までもう行ってしまいましょう。では先ほどのスケベージジーをここで処断と。こんな終わり方とはの。というわけでラスト一つの城行きましょう。おお、リュウリ軍の超春夏が来てくれましたね。最後エイアンの城今取り付きました。これは外でいいかな。もうさすがに孫策とも戦ったことですし、早くも敵が解けていきます。
いやー、孫作もあっけないですね。そして早速初段しましょう。まず配下を確認して、男性は入ってきてないと。孫作もうあらかた、まあ、孫権も初段と。これぐらいか。我が一族が貴様を倒す。もうその一族が亡くなったということにね、気づいていないと。でこれ急敵、さまざまな武将が急敵になりましたが、また1月からのイベントを発生させて対応いたします。卑弥呼一旦解散させましょう。さあやるわよ、行くわ。今現在このような状況になってます。いやー、女性武将のみなんですが、意外や意外、かなりあっけなく進んでると。決してね、難易度下げてるとかそんなことないんですが、なぜかねここまでトントン拍子に進んでいます。今現在趙春華が新たに入ったと。他の女性武将はこのようになっています。旅霊騎もやはり強いと。あとはここら辺はまだ仲間にはなってない捕虜の武将、今後仲間にできればいいなと。あとは日本からついてきた、和の国からついてきたなしめと寿司織り、こんなところでしょうかね。ここら辺まだ仲間になってないのは次の機会に達成したいと思います。というわけで、この続きまた興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。さてさて、次はどこを攻めればよいのか悩むところではありますが、ご視聴ありがとうございました。